どうもおはようございます。今度は春菜でございます。はい、久しぶりのパチプロの一日を撮っていきたいと思います。はい、今日はまず特定日のお店に向かってます。はい、でそこがまあ、僕普段好きじゃないんですけど小型店舗です。普段まあ中型店舗大型店舗をなるべく行くようにしてるんですけど、そこは特定日には必ず釘がガバッと開ける台があります。はい、で前回の特定日の時は僕が乗り物娘っていう1台しかない台打って、それが23回かな終日って回りました。はい、一個返しの台なんで、雑誌とかに書いてあるボーダーが 19.5 度かなだったんですけど、ボーダーがひねりが6割ぐらい決まってサポチも増えるのでボーダー17まで落ちます。はい、なのでボーダープラス6の台を打つことができました。はい、なのでね、今日もそのガバッと開ける台狙いで行きたいと考えております。はい、ただ今日ね、祝日なんですよね。前回平日だったので、まあお客さんが、50人ぐらいかな、はい、50人ぐらいで抽選25ぐらいでちょうど真ん中ぐらいで入れて打てたんですけど、今日おそらく150人ぐらい並ぶんじゃないかなと思うんですよね。はい、だからまあ台取れればっていう感じですね。はい、まずそこ狙います。はい、でダメだったらもう切り替えて、半年ぐらい休みを得てグランドオープンするお店があります。はい、そこに整理券を今日から配るんで整理券をもらいに行きます。はい、でかなりまあ場所が離れてるので、はい、まあ普段行かないエリアなのでね、そこでまあいろんなホールチェックとかして、まあ見る立ち回りかな、今日しっかり打てないかもしれないですね。はい、っていう感じです。ダメだったらまあ動画撮影するかサウナ行きます。はい、そんな感じでまた今日雨です。はい、またあげます、撮ります。じゃあ行ってきます。はい、どうも、抽選が終わりました。番号が67です。はい、まあ120人ぐらいかな今日並んでるの多分。はい、ちょっと後ろの方かな。はい、ということでまあ微妙だな、ガバ開けしてる台が多分いくつかあると思うので撮りたいんですけど、ちょっと撮れるか微妙っすね。はい、まあなんとか撮れたら、とりあえず入りたいと思います。入ってなんとか撮れたらいいなと思います。はい、いい台取れなかったらもう移動します。はい、そんな感じで行ってきます。ここのね、バナがきついんですよね、バナが。ここ結構こぼれる。24あればいいなって。はい、今お昼休憩来てます。友達とここは何、ラーメン屋さん、ラーメン、タメ屋さんか、タメ屋さん来てます。はい、で僕が今レン一緒に行ってますね。はい、はい、レン行ってて、アマデジルイさん回転数いくつですか。約25です。25、24.9 です。はい、ね、僕がまあ 23.5 ぐらいかな、まだ出してないけど 23.5 から24ぐらい、相当いい台ですね。相当いいですね。単価12円ですね。単価12円。はい。素晴らしいですね。素晴らしいですよ。はい。はい。まあ、ページね、
っぱり気をつけなきゃいけないのはやっぱり入賞順だっけ、あへそ優先かな、へそ優先順だからやっぱりできる限り通常時へそ掘り溜めないで当てたい、はい、というところですよね。あとひねりはまあ10小球しかないから、まあ、そこまで積極的にしなくてもいいのかなっていう、あ、はい、うん、感じでやってます僕は。どうすか、僕は本気でやってます。本気で、はい、でも左に行っちゃうとさ、へそに入っちゃう可能性あるからさ。そうですね、うん、入らないように本気でやってます。ああ、すみません。まあ、2割決まればいいかなぐらいにやってますけどね。本当ですか。うん、僕5割ぐらいは。マジで。はい、あ、まあ確かに、でも本気では5割目指せるかもしれないけど、僕はまあ2割取れればいいかなぐらいの感覚で。そうですね、へそからだったら振り分け悪くなっちゃう。そうそう、装置もあるんで。そうですね。あとはランクアップボーナスはあんまり止めない方がいいですね。そうですね、あれは時間で、はい、なんでね、止めてしまって70個損しましたね。もったいないですね。もったいないですね。はい、まあでも以外なんでね、ちょっとね、かなりいい台を掴みましたね。そうですね。はい、分回しましょう。はい、分回していきます。ちなみに上さんは僕の動画を結構見て勉強してくれたそうで。そうですね、完全にパチンコはタラコさんから全て、いや、コンドさんから全て教わったので、はい、あ、師匠と打てるとても楽しいですね。ありがとうございます。はい、なんかね、刑事漆黒打ってさ、はい、僕の動画見て左にもちゃんと打つんだっていうのを勉強したりとかさ。そうですね、うん、完全に、はい、ひねる位置も振り分け位置も、うん、止め位置も全部タラコさんから教わったので。そうです、はい、地中海もね、すっごい見て打ち込んでくれたりとか。そうです、うん、1週間ぐらい毎日通いましたね、はいはい、リングもね、打ち込んだりとかね、はい、いやありがたいですよね。僕の動画見てそんなに。ありがたいのはこっちですね、本当に。いやお世話になってます。いやいやいや、まあプロ中のプロなんでね。皆さんもはい、ぜひ学んで、はい、あとそんな上さん、じゃあ顔公開しますか。顔NG で、顔NG です。お願いします。はい、そんな感じで、はい、じゃあまあ今日は分増しですね。そうですね、はい、展開悪いけど、2人とも展開悪いけど。そうですね、はい、はい、まあ、期待値はついてくるでしょう。ですね、はい、頑張りましょう。頑張りましょう。どうぞ。食べてきましたよ、皆さん、はい、めっちゃうまそうじゃないですか。ここのね、お店に来たら結構来るんですけど、ここがうまいんですよ、マジで。レポいるのかな。あ、これあんな、ワーサーがあれ言ったら丁寧に挨拶した方がいいですね。それが効果なんですね。いただきます。いただきます。これフラーからしますからね。危ない、フラーからしますから。いただきます。はい、ピもう今日終わりました。稼働終わりました。今車の中で撮影してますが、結果は投資2万1000円の回収が3万500円、9500円勝ちですね。はい、で回転数が24ぐらいですね。まだ細かく測ってないんですけど、はい、で上さんどうでしたか。僕は回転数 25.7 で。 25.7 ってすごいね。そうですね、やばいね。完璧でしたね。完璧だね。収支が4万3000円のプラスです。素晴らしい。期待値的にもどんくらい積んだの。はい、期待値的には超3万円ぐらい積みました、ね。はい、めちゃくちゃいい店ですね。めちゃめちゃ最高でしたね今日は。ねえ、はい、はい、ということで
友達が今迎えに来てくれて、車でサウナに向かっておりますよ。イエーイ、サウナが待ってますよ。いやー楽しみですね。僕の会話がプロすぎるじゃん。福の湯、福の湯、今日は福の湯に行きます。はい、やった。福の湯マジ行きたかったんですよ。福の湯レビュー、福の湯レビューです。すごいらしいですね。福の湯外気温がいいっすよ。外気浴が、外気温がいいですね。もうパチンコしてサウナって最高のルーティンですね今日は。はい、ということで行ってきます。はい、サウナ行ってきました。サウナ&温泉夢見心地福の湯さんですね。福の湯さん今日行きました。はい、大変整いましたね。はい、まあこちらはね、まあサウナまあ2カ所あって、塩サウナとかあったんですけど、まあ、温泉が結構まあ力入れてんのかなという感じでしたね。はい、大変気持ちよかったでございます。ということでね、まあ、あ、これからご飯か、ご飯行ってきます。はい、特にないです。はい、行ってきます。はい、完全に深夜飯になってしまいましたが、スケサウドンに来ました。スケサウドンってあれですよね、福岡だけ。スケサウドンはほとんど北九州です。北九州に多いですね、はい、もう夜中深夜に食べるもんじゃないですけど、はい、いやうまいっすよね、はい、ずっとあれ僕七三うどんだと読んでましたけどね。七三じゃないですね。あるあるですかこれ。七三うどん、え、え、七三うどん、七三うどんですね。七三うどんらしいです。福岡にいらっしゃった際は来てください。いただきます。はい、もう夜中0時半ぐらいか、車で送ってもらって帰ってます。はい、今日は結局まあ朝抽選あんまり良くなくて、うーん、台取れるかなというふうに思ったんですけど、結局いい台取れて良かったですね。はい、やっぱりね、まあ正直言うとプロ目線からすると、今日の店みたいにもう閉める台はとことん閉めてるんですよ正直で、開ける台は超開けてる。メリハリがすっごいんですよ。今時ね、こんな店ない。だいたい、まあ、島、一列、島、開けるとか、平均的にちょっとずつみたいな感じなんですけど、閉める台は閉めて、開ける台は開けるみたいな、調整してくる店なんで、すごい、いいですね。はい、で、まあ、結果的にはプラス9500円だっけ?はい。で、まあ、あんまり?あ、まあ、あんまりでしたけど、まあ、期待値的には、まだ計算してないけど、2万8000円ぐらい積んでますよね。積んでますね。間違いない。うん。はい。上さんもそのくらいですよね。そうですね。2万8500円ぐらいです。うん。はい。はい。相当積めたんで、まあ、2人で割ればちょうど期待値ぐらいか。そうですね。ちょうど期待値。ね、ね。そうだね。はい。はい、まあ、期待値を裏切らないってことですね。はい。今日は大満足で。明日も僕と上さんは同じ お店に行くと思うんでね。はい、明日も頑張りましょう。頑張りましょう。ああ、横で一緒に言ってると楽しいね。楽しいですね。今日一日ありがとうございました。よかったです。いやー、楽しい。明日も楽しみ。明日何言ってんのかな。はい、もうそんな感じです。じゃあ、ご視聴くださりありがとうございました。これが最後です。バイバイ。なんか言うことある？ないない。ないです。あ、ないのね。はい。じゃあまた。どこにでも行ける宇宙を突き抜けてどこまでも僕は笑うこの笑顔で世界